はい、プレイしていきたいと思います。7 days to die。今回は、はぁ、そうだよ。見てよ、この散々な地面。はぁ。強敵サドコ現れたからね。奴のせいだよ。どこにいたんだろう、前回のサドコ。サドコがね、どこにいたか探せなくって。で、気づいたらもうなんか犬とか警察官とかわんさか湧いてきてさ、やばいってあれは、あれやばいって。まさかああなると思ってなかったな。ちょっとこれも使っとこうよ。あれはほんとびっくりでした。何したかったんだっけ。あ、そう、土じゃない、砂よ。砂どこ？これか、サンド。あー、これひどかった、ほんとひどかった。うわ、何これ、ちょっと誰を土掘ったの。土掘らんくていいの。俺がショットガンで撃ったんだっけ、こっち。もしかして俺が犯人。いや、そんなことないはず、そんなことないはず。2個ぐらいかな。あ、ちょ。オッケー。多分2個ぐらいだよね。ちょ。オッケー。うわ、びっくり。え？フォード？またフォード？しかもさ、やばくね、これ。やばくね。ちょっとあなたたち待って、絶対フェンス壊さんで、お前ら。はあ、俺のフェンス壊しやがってた。マジ許されん、あいつ。マジ許されんわ。やばい、あ、やばい、 HP やばい、やばいやばい。ちょ待って、包帯巻く？あれ、薬食べる？食べようか。水も飲んどこっか、ついてたし。もうひどい目にあってるな、前回から。そりゃないわ、ほんと。いらないし。ナースさんいいんじゃない。うわ、もうナースさん、とりあえず終わり。はあ、ほんとついてないわ。ダメだよね。誰か中入ってる、もしかして。おわ、押し込んできたぞ。勝手に入らないでくれたまえ。うわ、今度こそ一段落。フェンスもう一枚破られたしさ、ひどいね。なんか俺、外周強化しようかとか言ってたんだっけ。そんな気がするけど、もう覚えてない。でも手に持ってるアイテムを見る限り、なんかスクラップアイアンがいっぱいある。あ、ちょっと待って、それ思い出した。あんだけ戦ってさ、下のやつ溶けきってるでしょ、もう。 HPご飯食べまくろうよ。やっぱり溶けてる。18。溶けてるというか、燃料が消え失せてる。あ、これ火ついてんじゃん。
はセメント、これはスチール、これ粘土入ってる、入ってないよね、入ってるけど線か、まあいいや、あとで考えよう。これは鉄、よし、これではいいでしょう。これちょっと一旦待機だな。これはスクラップ、よし、このもんかな。あ、これ食べよう、食べない、上で美味しいの食べる。あー、こんだけありゃ少しぐらい変わるだろう。あれ、ちょっと待って、あー、ちゃんと続けるか。他になんか鉄ってあったっけ。余裕であるやん、こんなにあると思ってんか。そんな余裕あったっけ、そんなに拾ってきたっけ俺、すごいな。これ違う、もうちょい行く？よし。あ、イメントにも入ってる。こっちが。よし。こっちいいね。オッケー。あら、もうよし、いいや、もう上行こう、上行こう、うん、飲み物飲んで飯食ってもう一回外埋めて歩くか。とりあえずご飯食えばあれだから HP 回復始まるから、そう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 、今回ちょっと HP 食らいまくったから飲み物もいい感じに飲もうか。もういいんじゃない、もう一個飲んどく、椅子のことこれご飯も食べとく。よし、水いいね、キャップ上がったね。コンクリート作り始めてもいいかな、そろそろ。あと500でしょ、あと1ストックだから OK だね。コンクリートが1、2、あ、こんだけ？セメント少なくね？あれ？地下から持ってこなかったっけ？間違いかな？これ燃やしたいけど、燃やしたら貞子来るし、やだ、ちょっと休ませて。俺の家がボロボロにされたから、一旦周り修復して歩こう。見てけ、これほんと床全部コンクリートにしてしまいたいわ。ここらへんひどいよね。これは確かに貞子ちゃんと処理しないとひどい目に遭うわ。フォージ10個炊いて家が壊された人のかわいそう。気持ちわかるわ。そんな壊されるほどゾンビ来るとか思ってたけどさ、来ますね、間違いなく来ますね。いやー、地下に作ればいいよって教えてくれた人にほんと感謝だよね。地上に10個作ったら回せないもんね、怖くて。よかった、よーし、 HP も回復してるし順調に。いい、よし、そしたらこっちもある。何やってるんだっけ、
何が必要？川と石と、あれ？ちょ待って。自分の足音かな？だね。川がない。川か。川って犬だよな。でももう来てほしくねえしな。まあ一回修理しなくても。しかもこれさ、何も入ってないの。空だけやん、完全。空だけ一番やっちゃいけないやつやん。で、スチールを。よし、とりあえず強化しよう。多分足りるはず。今回こそついに、ついに全面。全面の、かっこ全面漢字違いの全面スチールになるね。え、嘘、コンクリート足りないよ言われた。どっかあるっしょ、コンクリートちょっとぐらい。ほら、あ、つかもう500取ってもいいわ。あと2000あるし。アルファ14間に合うと思わんかったな。来る気配がないよね。大丈夫かなって思っちゃうぐらい。え、ちょっと足りてないやん。あとちょっとなのに。もうあと少しなんだから、もうちょいと頑張ってよね。よし、これいいね。スチール、おー、いいね。これでいける。400、なんか入れるのある？ないな。とりあえずスチール作って。スチールは作れないかな、こっちは。クレーが入ってないもんね。スチール作れるとこはちょっと作って。あ、作れるとこ結構作れるね。全面はもう確保できそうだ、これで。あと13マスいけるから。待ちに待った全面確保固め。あれ、これってめっちゃいっぱい入れてたはずなんだけどな。まあいいや、考えたら負けだ。よし、行こう。いよいよです、運命の片面。あ、 HP も順調に回復してる。右クリックなんか、あ、モーションあったりしないが特別には。よいしょー。あ、鉄持ってた手に。おー、ついに来た。ちょっと裏は手抜きですけど、何これ。リペアするか。うわー、権限すらない。こっちもリペアしたいのに。残念、残念だな。まあいいや。どうでしょう。いや、想像してたよりちょっといい感じかも。もっとちぐはぐになっちゃうのかと思ってたね、最後。いや、よかった。あと地面だな。すのこ剥がしていい感じにするしかないよね。よいしょ、よいしょ。おー、頑丈そうな家になった。あ、こっちも閉めてくる。あと窓だな。窓強化できないからさ、窓を何にするかだよね。ウォール、ウォールじゃないんだよね。ウォールじゃないんだよ。ウィンドウ、ちょっとこのウィンドウ試してみるか、どこまで強化できるかね。どうしよう。
こいつを鉄をしまいまして、キャンセルかけて、あやべ、あやよかった、ちょっと一瞬クラッシュしたのかと思ってドキッとしたよ。今の固まり方嫌な感じの固まり方だった。パソコンがクラッシュする時の固まり方だった。応答がありませんとか言われたらほんとへこむからね。オーガー、オーガーじゃない気がするけど、オーガーでいっか。とりあえず被害の少ないこの裏の、あ、ちょうど許可してないとこがあった、こっち行こう。ういのがどっかにあるはず。600で行こう、どうせなら。ハンドガンしまっとこうかな。あ、チェーンソー持ってたよ俺。まあいいや、どうせすぐだわ。オッケー、これでウィンドウをつけて、これがウィンドウです。強化していきます。なんかさっきと同じ気がして仕方ない。嫌な予感しかしないこれ。さっきのウィンドウと一緒だよねこれ、見た目。やっちゃった感が半端ないんだけど、どうしよう。しかもこのドア修理しないと。ちょっとやっちゃった感が半端ないんだけど、お願いお願い。終わった、強化できなかった、このウィンドウダメなんだ。今めっちゃ食らってるない、しまった、これを強化してしまった。ウィンドウダメ、どれだろう。そしたら工場の窓は強化できますよって言ってたんだよ。フェンスちょっと強化してみようかな。フェンスダメだと思うんだよね確か。うん、フェンスは強化できるもんじゃない。ドアをつけるわけにはいかないし、ここにはラダーでもない、ピラーでもない、カーボストーンでもないし、これでもないし、メタルドアでもラダーでもない、ストアシェルブスでもない、シェルブ棚、ないね。ガンセーフ、ガンセーフはめちゃう。ここ壊された時が痛いからやめとこう。そういういたずらはしなくていい。ないねこれは、これはないね。さあどうする。4000か、4000。いや、ドア2枚は無理なんだよ。ドアは四方囲まれてないと設置できないから、ドア隣り合わせ2枚は無理なんだよ。このノリだったらさ、窓もスチールブロック、つまんないなそれは。あ、わかった、あったあった、ウッドファームフェンス、ウッドフェンス、フェンス、あれ？スクラップ、あれ、コメントでスクラップフェンス、アイアンフェンスみたいなの言ってる人いませんでしたっけ。あ、もしかしこっちか、こっちなんのかもしんない。アイアンバーはある。うわー、ないな、これ全部入ってるもんね。こっちにないってことはないのかな。鉄も入ってるし、これは。ブラスが入ってないの、これは。入ってるわけねえか。いやー、一緒だよ、絶対。一緒だよ。ないかな。アイアンフェンスなんてないかな。あってもアイアンバーだけど、アイアンバーしょぼいしな。アイアンバーにする？
これ何なんだよ。2分の1ブロック、それだ。2分の1ブロックっていうのがあった気がする。ウッドフェンスだったっけ、強化できたりするのかな。ちょっと隣の家に実験しに行くか。コンクリートブロック、あ待って、見た、ラダーか。これも強化できるかな。できないだろうな。よし、じゃあ今回はここら辺で終わって、次回ちょっとお隣の家にちょっとテストしに行きましょう。いろいろな建造物の強化テストをして、それからこの家の改築していこう。とりあえず今回は全面スチールになりました。かっこ前。前がスチールになりました。いやでも思ったよりいいよね。もうちょっとなんかちぐはぐな感じになっちゃうのかなと思ってたら、いいと思います。あとは、まあこの床を剥がして何かにして、さらにこの下の土台っぽいやつもね、強化していかないといけないからね、あっち側の。これね、もうやっていきたいと思います。まあ残るは3面だね。遠いわ。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかった私のチャンネルも登録していってください。静止画でした。